愛媛県立松山北高等学校中島分校は愛媛県松山市にある松山港の沖合から約10キロメートルの中島に位置する公立高等学校である愛媛県松山市の離島中島にある1948年10月15日に愛媛県立松山農業高等学校中島分校を設置その後の学校再編成により 1949年9月1日に、愛媛県立松山北高等学校中島文校となり、現在に至る。ベビーブームで生徒数が全盛期だった1966年には400名超が在籍していた。現在は入学を志望する生徒が減少しており、約80名が在籍している。2012年12月25日に、 愛媛県立松山北高等学校中島文校振興対策協議会を発足入学志望する生徒を増やすため市内の中学校や公民館で説明会を実施しているまた動画で学校紹介を行っている平成31年度から通学区域外からの入学者枠が通常より拡大された県内の公立高等学校で唯一グラウンドに 芝生が敷かれており、毎月一度全校生徒と教職員が助走作業を行っている。少人数の特性を生かした個別指導により、国公立や短期大学への進学実績がある。学科は普通科であるが、2年次からの選択科目である商業の履修が可能で、公益財団法人全国商業高等学校、協会の主催する検定が取得できる。 学校ならではの柑橘類の適化作業、潮干狩り、マリンスポーツ等の体験活動を実施している。また、ボランティア活動として、地域のイベントにも数多く参加している。公式ウェブサイトと併用、活用し、行事や日々の活動の発信をインスタグラムと YouTube で行っている。文、部、新事実新種、敬愛を重んじ、 豊かな人間性と社会性を養うとともに、個性や能力を生かす、教育の充実を目指し、平和な国際社会に貢献できる、国際感覚豊かな人間を育成する。部活動は、すべての生徒が絶対に入部しなければならない。同好会の入会は任意である。中島までは、中島汽船の運行している、フェリーまたは高速船で行くことができる。令和3年度の数値。 令和2年度の全校生徒数。反もする時期には二度行っている。体育大会、文化祭開催時は、その近日にも行っている。2019年新設本館の耐震改修工事が2012年3月18日に終了したと同時に撤去された。10月21日新築。ありがとうございます。